皆さんこんにちは、こんばんは。佐藤二朗です。僕が監督した映画春を売る人、コロナの影響で公開が延期になっておりましたけれども、6月4日にいよいよ公開が決まりました。試写をご覧になったある、ベテラン記者さんの言葉です。皆が皆必死がにじむような芝居をしている。本当にですね、撮影期間中、役者それぞれが何というか、こう簡単には登れないような山にですね、それぞれ生傷を抱えながら、自分が生きるために必死に登り詰める、そんな芝居を役者全員がした奇跡のような作品だと思っています。架空の売春宿という、独特の空間を舞台にしたこの映画を、ぜひ映画館というですね、日常とは違う何物にも代え難い空間でご覧いただきたい、そう思っています。6月4日です。いよいよ公開です。すいません、おちゃらけは一切ありません。6月4日です。見た方がいいと思います、本当に。試しに笑え。無理でも笑え。僕セックスしに来ました。どんな子好み。今日は客何人連れてきた。己の身の丈もちゃんと測らねえの。どうだ、どうだ。